どうもこんにちは、こんばんは、きなこと申します。クラブスーサイドパート10やっていきたいと思います。2桁目で来ました。ちょっと今噛んでしまった前回の動画はエヴァくんと一緒に劇団女波球のチケットをね買いに行って、買えたよみたいな感じになって、お父さんとお母さんと一緒に、でりんごちゃんも一緒にですね、4人で見に行こうよみたいなね感じになって、一緒に見に来たみたいなところまでやってきました。では続きやっていきたいと思います。穏やかな追い風に背中を押されながら、歩いては立ち止まり、立ち止まってはシャッターを切り、また歩いてを繰り返し、気づけばさっきまでいた場所が豆粒ほどの小ささに見えるぐらい遠くまで来ていた。どう？いい写真撮れてる？あ、うん、撮れてるよ。ほら。彼が向ける液晶を覗くと、確かに目に見える自然の美しさの生きた綺麗な写真がたくさん撮れている。うわ、すごい、全部綺麗だね。全部全部いい写真。そんなことないよ。はや空に浮く雲や何気ない野の花や被写体の良さを引き出す彼の写真はやっぱりいい。作品を売る時の写真を見た時も思ったが、つくづくエヴァさんは何でもできてしまう人だなと思う。なんかセンスがいいんでしょうね。写真撮るのだってなんかこう風景の一部をこう切り取るもので、絵とかを風景画とか描いてる人って、まあ、なんかその一瞬っていうかさ、風景の一瞬を切り取るものなのかなって思うんで、そういうのができる人は同じなんでしょうね。絵も裁縫も写真もそれだけ多岐にわたって才能を発揮しているのに、そこまで過度に謙遜する理由が私にはわからなかった。もしかしたら何かしら原因があるのかもしれないが、彼が彼自身のことをダメだと思わせる原因が、自分を過小評価してしまう理由が、まあ口でそう言ってるだけという可能性も万が一に否めないがでもそれでも謙遜しすぎだよね。ありがとう。というか、さっきからなんてことない場所って言うとあれかもしれないけど、そういうとこばかり撮ってるよね。まあ牧場だし仕方ないんだろうけど、僕はこれでも十分撮るの楽しいよ。でも何かこうもうちょっと映える被写体があれば燃えるんじゃない？そうだけど、何かエヴァさんの撮影力の生きるものはないだろうか。辺りを見回し、何か目につくものがないか探すと、それほど遠くない場所にあるそれが私の目を引いて掴んだ。なんだろう。エヴァさん、エヴァさん。思わず彼の細い方を叩いてそれを指さす。細い肩か。5時かな。牧場の緑と空の青に映える一色。それは、たくさんの羊たちの白だ。野に咲く花の紫だ。どっちだろう。でも、羊よりなんか花の方が綺麗そうな気がするから花にしてみましょうか。麗しい色を放つ花々の紫色の絨毯だ。あそこ見て、何の花だろう。いっぱい咲いてる。本当だ。行こう、いっぱい撮ろう。うなずくエヴァさんと一緒に駆け足で羊たちの元へと向かう。この数日間で多少筋肉がついたのだろうか、柔らかな草に覆われた緩い傾斜を登り、先へ伸ばす足は不思議にも軽く苦に感じなかったあの荷物運んだからね。すごい綺麗。天高く上がる日の光に照らされ、花の赤紫色が色をまぶしく放つ。目を刺す鮮やかな色彩を前に、早速エヴァさんがシャッターを切った。これ何の花なんだろうね。綺麗だし、なんか見たことあるような気もするけど。ね、
芝桜じゃないかな。多分。へえ、お花詳しいんだね。あ、いや、そのお花自体は全然詳しくないけど、そのお家のお庭に同じ花が咲いてるから。なるほど、同じこと言おうとした今。私も自分の感想でなるほどって言おうとして。それなら花の名前ぐらい覚えていてもおかしくはない。それにしても、その芝桜とやらは地面を覆い尽くすほど咲いているのに、近づいてもちっとも香りがしない。芝生の上に腰を下ろし、花にぐっと顔を近寄らせて香りを探せば、やっと甘い香りがかすかだが、鼻を、なんだっけ、くすぐった、だ。そう、漢字をね、自分で字幕をつけているのに、すぐ忘れるっていう、本当に。記憶力がない。野の上に強くは匂わず、花弁も小ぶりで、おしとやかな花だ。でも、珍しいな。え？お庭の芝桜もそうなんだけど、今年はなんだか咲くのが早いなーって。今年はあったかいからかな、あったかいからかな。そう続けて芝桜にそっと指先で触れる。ピクリと何かに気づいた様子で細い人差し指が跳ねた。お。ん？どうしたの？あ、テントウムシもいるよ。え？ほんと？彼に近寄り指先にじっと目を凝らす。ひた、真っ赤な背中に黒い星を背負った小さな春の妖精が。すかさずエヴァさんが再びスマホを構え、液晶越しの景色にうっとりとため息を吐いた。いい写真撮れてる。小さな妖精を脅かさないようゆっくりと角度を変え、距離を変え、何度も何度もシャッターを切る。彼の描いた永遠が次々と電子の額縁に収められていく。瞳はぶれず、表情は揺れず、あくまく一枚奥で水晶体のフォーカスを絞って絵を決めて、狙った瞬間を逃さず収めている。なんというか、何かに熱中する人の姿って、見ているこっちが熱くなるというか、感化されそうになるというか、うん、なんかわかります。なんだろうね、スポーツとかもまあなんかそういうことじゃないですか。こう頑張ってる人、熱中してるというかね、それにかけてる人の姿を見ると、なんか自分も頑張ろうっていう気にちょっとなるっていうね。いい意味で見ていると狂気に飲まれそうな気がして、クラッとする。それぐらいエヴァさんはいい顔をしていた。テントウムシも早いよね。え？季節が？うん。本当はもうちょっと。確かにテントウムシって、まあ4月5月ぐらいのイメージありますけど。もう半月ぐらいしたら、ポツポツって出てくるはずなんだけど。今年は何から何まで早いな。人通り？写真を撮り終え、スマホをポケットにそっとしまう。小さな花弁の上を散歩する赤い妖精を眺めながら、エヴァさんは折りたたんだ膝に手を添えた。テントウムシを愛しげに見る彼自身が一番可愛いなんて、きっと文字通り死ぬまで気づかないだろう。テントウムシって何食べるんだろう。花の蜜？草？あ、それはね、肉食だから虫を食べるんだ。お、そうなんだ。アブラムシとかそういうの食べるんかな。え、意外。うん。蝶々とか蜂と違って、幼虫の頃も大人になってもずっと食べるものが同じなんだ。え、てか詳しく、なんかこうちゃんと考えたことなかったけど、テントウムシも幼虫ってあるのか。アブラムシっていう害虫なんだけど。あ、やっぱそうだよね。テントウムシってとっても食いしん坊で、幼虫の時も大人の時もいっぱいアブラムシを食べちゃうんだ。でもね、このアブラムシもすごいんだ。
ん？アブラムシって、ぷよぷよしてて弱くて、テントウムシとはちっとも戦えないんだけど、実は、アリと連携してて、アブラムシは、体から甘い蜜を出せるんだ。それをアリがもらって、代わりにアブラムシをテントウムシから守るって感じで。へぇ。アリはアブラムシの用心棒なんだ。テントウムシがアブラムシを襲って、アブラムシがアリを雇って、アリがテントウムシを襲うって、三すくみの関係になってるんだよ。詳しいんだね。その、虫に詳しいわけじゃないんだ。小学生の頃、自由研究で調べてたんだ。だから、なんだなんだ。小博士が楽しげに知恵袋を披露していると、突然その肩が大きく跳ねて背中へ倒れる。バランスを失い、芝生の上に仰向けに転がり落ちた彼の姿は、まさしくアリに噛まれたテントウムシのようだ。え？どうしたの？テントウムシの幼虫もいた。ああ。成虫は好きだけど、幼虫はあまり。ああ。恥じらう彼に追い打ちをかけるように、今度は腹の虫が大きな鳴き声を上げる。地鳴りのような長く重い空腹の知らせに、もはや小博士は恥じらうことも諦め、虚無と化した面持ちで立ち上がった。帰りたいです。帰ろっか。来た道を戻り始める彼の足は、木の棒のごとく、うつろな歩み。すっかり不老者の足取りとなった彼と、横に沿い歩く私と、背を押す遠い春風が笑った気がした。さあ、ママンとパパンのとこに戻りましょう。風通しのいいレストランは牧場らしくやたらにだだっ広い。休日で多くの人が店内にいるというのに座席は結構空いている。おかげで待つこともなくすんなりと4人席に着くことができた。さて、ご飯にしようか。ほら、先選びな。お父様からメニューを受け取り、横に座るエヴァさんにも見えるようにメニューを広げる。さすが牧場。アイスやチーズなど一般的なそれと比較して濃度の高そうな乳製品を使用した料理が多い。あの牧場のさ、ソフトクリームって異常に美味しくない？なんか関西はあの牧場っていうとなんか六甲山かなって私は思うんですけど、六甲山牧場っていうのがあって、あのそこのアイスクリームが美味しかった思い出があります。私はあとはラムとかマトンとか、普段あまり食べない種類のお肉の名前もある。ラムとマトンって何の肉だろう。え、言われてみればラムは羊じゃないですか。羊とヤギ？羊だっけ。え、それともなんだっけ、子羊と、なんかなんて、大きくなった羊。そうね。あ、合ってた。子羊の肉のことをラム。まあまあ大人になった羊のお肉のことをマトンって呼ぶのよ。へえ。些細な雑学にも満たない知識かもしれないが、なるほど、勉強になった。知ろうと思わなければきっと一生知らなかっただろうし。子か否か、そこで名称を分けるほどってことは、きっとそれほどに味や食感に違いが出るのだろう。エヴァさん、その、ルナリオコラボのランチメニューって、これ？あ、そう、それ、メニューの冊子に挟まれた一枚のラミネート紙。ルナリオのキャラクターたちと、それぞれの個性の出た料理の写真が載せられている。もちろん、青ペロちゃんもいる。その料理は、青ペロちゃんの、ブルーカルボナーラ絶対美味しくなさそうに見えるやつ。なんか、青色の食べ物って自然界にないから、青がまずそうに見えるとかいうのは聞いたことがありますね。
今日の空の色よりも深い青をした麺に白いソースとベーコンが絡み合っている。あのルナリオとのコラボメニューなのだからまずいことはきっとないとは思うが、正直言って食欲の湧かない、むしろ減退しかねない強烈なビジュアルだ。念のため他のルナリオのキャラクターのメニューとも比較してみるが、プリプリポッチプリプリポッチのチーズフォンデュとか、ボヤーベティのリンゴパイとか、まともなものばかりだ。グッドマル太郎のイカスミパスタが真っ黒でやや強烈ではあるが、それでもまだマシだ。青ペロちゃんの料理に比べたらまだ人の心が残っているあら、真っ青ね。ふふふ。かわいい。かわいいって。ちょっと、エヴァさん？ああ、もう、彼は本家から出されたものなら、何でも受け取ってしまうのだろう。これが愛か。オタクあるある。なんかもう本家の、何？グッズとかがダサくても買うっていう。とはいえこのすがすがしいまでの青、何かやばいものでも入ってるんじゃなかろうか。心配になるが、そこはさすが大企業。コラボメニューの下を見れば簡易的な成分表が記されていた。小麦、卵、塩、ベーコン、牧場チーズ、スピルリナ？聞いたことのない材料名。首をかしげればお母様が口にしていたお冷やを置いて目を丸めた。スピルリナ？やだ、スーパーフードじゃない。知ってるの？ママ。もちろん、栄養たっぷりの海藻ね。多分、その、パスタの青は、スピルリナがちょっと混ざってるからじゃないかしら。そうなんだ。さすが。大奥様の美容知識は伊達じゃない。怪しげな着色料など使っていないのならばエパさんも安心だろう。美肌効果があるの。私も時々スムージーに混ぜて朝に飲んでいるわ。やだ、青ペロちゃん健康にいいのね。お母さんも頼んじゃおうかしら。すごいな、美容に対するなんか意識が高い。じゃあ母さんといえばは青ペロちゃんパスタか。俺はラムのカレーにしようかな。進藤さんは何がいい？私も試しに青ペロちゃんパスタにしようかなと。物は試しだ。こんな時にしか食べれないし、今後食べる機会があるかどうかもわからない。メニューを指差し答えれば大黒柱の眉が八の字に笑った。なんだ、みんなして青ペロちゃんか。先輩も？気になっちゃって。そっか。じゃ、決まりかな。すいません。長い腕が上がれば遠くの方から急ぎ足でウェイターさんがやってくる。伝票を構えたのを確認して、エヴァさんのお父様は相手の顔をまっすぐ見て口を開いた。ランチセットでラムカレー一つとルナリオコラボの青ペロちゃんパスタを三つ。青ペロちゃんのパスタなのですが、とても人気のため現在売り切れの状態でございまして。申し訳ございません。あら、まあそんなバカな。いや、あのルナリオの看板キャラなのだから妥当ではあるが、無念すぎる。エヴァ、泣くな泣くな。エヴァさんの頭を振り向いた時にはすでに彼はなんだなんとか切っていた。今にもこぼれ落ちてきそうなほど涙と目に涙をため、いつまで表面張力を持つかどうか。こんな悲しい顔を見せられてはただで頭を下げられないと思ったのだろう。ウェイターさんは顎に手を当て眉を潜め、少し悩む素振りを見せて、あっと再び目を見開いた。
ですね、20分後になってしまうのですけど、コラボメニューの追加分の材料が届く予定なんです。え、なので少々お待たせしてしまうことになるんですが、待っていただければお作りすることは可能です。なんてグッドタイミング。よかったね。運が悪かったと思えばとても運が良かった。奇跡だ。神はエヴァさんの青ベロちゃん愛を見捨ててはいなかった。だってエヴァさん、もう一度彼の方を振り向けば、さっきまでの曇り顔はどこへやら。青白かった顔色はリンゴみたいに色づいて、梅干しのように、なんだこれなんて読むんだろう、なえるっていう字だよね。っていた表情は満面の笑みに咲く。やったー。ビブラートの効いたため息混じりの、漢字が全然読めない、随かな、随気を吐いて、芯の入っていないふにゃふにゃの万歳をあげる。彼の喜ぶ様子に私もご両親もウェイターさんまでも思わず頬が緩んでしまう。じゃあそれで一緒に食べたいんで、パスタと同時にカレーも出してください。承知いたしました。お出しできるのはだいたい40分後とかになっちゃいますけど、大丈夫ですか？もちろん、いくらでも待ちますよ。ありがとうございます。無事注文が済み、ウェイターさんが一礼とともに席を離れていく。ふうっと。4人それぞれ込められた意味の違うため息を同時に吐いた。よかったね、エヴァさん。うん。ああ、一瞬、口から心臓出ちゃうかと思った。店員さんが売り切れって言った瞬間の顔すごかったわよ。この世の終わりみたいな顔してたもんな。さてさて、少し待つみたいだけど、二人ともじっとしてるのももったいないだろう。確か向こう側にゲームセンターがあったはずだ。行って暇つぶししてきたらどうだ。そう言ってお父様が私とエヴァさんの顔を交互に見る。確かに待てば来るだろうが、待つのは長い。ずっとスマホをいじっているのも、やがては暇になるだろう。父さんと母さんは席取ってるから、思う存分時間潰してきな。そうだね、わかった。行こう先輩。うん、すいません、ありがとうございます。ご両親に軽く頭を下げて席を立ち、エヴァさんと一緒にゲームセンターの案内板に向かって歩き出す。どこからともなく手を伸ばし合って、それはあまりにも自然で、互いが無意識に望んだからこそ、手をつないだ事実にその時私たちは気づかなかった。おなんかじわーっと乙女ゲーフの空気が流れてきてはいるんだよね。ということで、今日はこの辺で終わっておきたいと思います。クラブスーサイドパート10見ていただいた方ありがとうございました。ぜひ次回も見ていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。